え？どうする？じゃあ今日は違う戦法でいきます。今日は違う形でいきますわ。早い。俊太郎死体発見でアベレージさんの方で、はい、シールドとコミュニケーションの間ぐらいの通路で発見しました。はいはいはい。あ、じゃあ僕カメラ見てたんですけど、俊太郎さん O2 から出てきてそのまんま下がったっていうことですか？僕の移動経路は、はい、レポン O2 ナビゲーション死体発見って感じです。あ、やってからか。はい。シールドとコミュニケーションの間か。藤宮さんがセキュリティいたの？はい。僕が停電中見てました。ああ。じゃあ現ロアから上がったぐらいが最終位置なんですけど、ギリ見えました。俺はね、うん、最終はカメラちょっと離れてたんで。ああ、わかりました。ですね、セキュリティ最後なかったんで、うん、僕アドミン見てました。アドミンってメッドベイ1ありました？あ、アシューメドベイ行ってそっからカフェ行って閉じ込められて今です。あとアドミン情報先出しお願いできますか？うん、先出した方がいいですか？皆さん最終位置切って、あ、まあ僕が覚えてるうちに言いましょう。はい。エレクトリカル2。はい。スナパイタカラ。はい。うん。シールドコミュニケーション11。じゃあ多分シールドが僕なのかな、多分。コミュは？コミュニケーションが死体。コミュ1は死体ではないんですか？ね、死体は通路にあった気がするけど、あれ入ってんのかな？あ、まあ、じゃあコミュニケーションに隠れてたんじゃねえの？ああ、それはあれかな。まあ、他に。あとですね、ちょっと覚えてるのが、僕がアドミンいて、で、カフェかウェポンに、どっちかに1位いた気がします。カフェ、足湯1でした。あと他に誰も置いてなかったと思います。カフェ1が足湯3か、じゃあ。じゃあ、一応、浮き1が最終1。まあ、カメラついてたのって誰か視認してます？俺は見た。見てます。あ、僕も見た。カメラがついてるのは。じゃあ、そこに1人いたのが藤宮さんで、ほぼ間違いなく、原産だけがじゃあ浮き1。そうですね。ロアエンジンから上がったぐらいですね、ドア開いてから。まあ、話していいと思うけど、なんか今のところ原産っぽい雰囲気を感じる。そう見えるのは仕方ないと思います。あと、高田さんのルートも後で教えてほしい。おい。俺は白いぞー。俺はかなり白いぞ。はい。はい。あ、じゃあ俺からでいい。俺めちゃくちゃ自分のこと白いと思ってるから。うん、はい。ウェポンで、シューティングのタスクやった後、停電中に、カフェからストレージ側に下って、その時多分ね、トの字のところに、多分竹雄が立ってたと思う。そうですね、僕、その瞬間、はい、カメラで見てました。で、カフェ側から下って、そのままエレクトリカルに入って、スナパイさんがいて、で、タスクやっている最中にボタンって感じです。OK です。ゲンさんのルートお願いします。はい、ゲン初手ストレージで給油やってます。で、その後左に、左に流れていって、ロアエンジン行く途中ぐらいで停電になって、で、ロアエンジンのタスクやってる途中ぐらいに停電直ってドアが閉められました。で、ドアが開いて、アッパーエンジンへの十字路行く途中ぐらいで終わってます。で、このアリバイ証明する人いないかなって今考えてたんですけど、ストレージの給油やってたぐらいのタイミングまでは、おそらくエレクトリカル組のどなたかに視認していただいてるかなって思ったんですけど、誰もいないですか？あ、僕が最速入ってるんですけど、その時僕、給油してから行ってるんですけど、ゲンさんは見ていません。はい、あ、だから私の給油のよりスナパイさんは後の給油のはずです。まあ、そうなりますね。そうです。うん、給油が最初なんで。まあ、とりあえずゲンさんは、との字下に降りてったの僕は見てるんで。竹雄さんってメッドベイがついてった瞬間ってありました？アドミンで。ちょっとごめんなさい。最後ら辺までしか。僕、アシューさんがメッドベイから出てきて、はい、確認しようと思ったらドアが閉まって、
って、そのままリポート入ったって感じなんで。あ、はいはいはい、あと、すみません、あと、アベレージさんの主体位置が、シールドとコミュニケーションの間の通路か、まあ、コミュニケーション入ってたのか、その辺なわけじゃないですか。うん、で、はい、アベレージさんは私、初手下で見てないんですよね。これ、多分共通認識で合ってますよね。あ、アベレージさんは、その初手右側で見ました、僕は。ですよね。ってことは、キルされたのは、少なくとも後半だと思うんですよ。うん、原産か慎太郎さんだね、これ。ああ、僕のテレポーターがってことですね。え、なんか移動経路引いた感じ。ああ、まあいいや。フェントもあるんです。ああ、それだな。話したいこともあったわ。それは、かなり。ルル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 ル。え？どうする？エレクトリカルでダブルキルだと思います、これは。んなんてエレクトリカルのダブルキルだと思います。で、はい、配電盤を触ってたのが藤宮と源なんですよ、最初。はい。はい、で、僕が離れたにもかかわらず源さんは直していなかったと思うんですけど。逆ですよ。藤宮さん、今、配電盤前いるじゃないですか。いや、今、配電盤前立ってましたよ。エレクトリカルにいた人って何人いるの？エレクトリカル、俺は途中から入って。そうですよね。高田さんと慎太郎さんって離れて見てましたよね。俺と僕は、太郎さんじゃない。僕はずっとカフェテリアにいた。ボタン前待機もしてました、ずっと僕は。なんか高田さんと俺は離れて見てた。そう。高田さんは絶対妨害してない。あ、妨害されてたのこれって。妨害めちゃくちゃされてました。で、僕が見た瞬間は、高田さん離れて、藤宮源しか触ってなかったっす。じゃあ、藤宮さんだ。これちょっと待ってね。配電盤を開いていたのが源さんと藤宮さんだ。はい。ああ私は配電も開きっぱだったので分かりません。で一回閉じたら藤宮さんが横におられたのは視認してますが真っ暗だったので見えてません。他は死体ってこれ誰が上がったんだっけ。このターン俺は足湯さんを発見。足湯さんか。足湯さんが死んだ、うん、でストレージに2ぐらいいたと思うんですけど、どのタイミングで。最後の最後です。僕アドミン見てて、慎太郎さんはカフェですか。僕はカフェテリアから動いてない。ずっと俺がストレージ側から入って、今エレクトリカルにレポート連打しながら入ってきた。まあ、とりあえずこれ、釣り火なんで僕はゲンさんに入れます。まあ、ゲンさんですね。まあ、ゲンさん。まあ、初心の疑い位置でもあるし。藤宮さんが隠しろになると思います。そうですね。私が黒だったら藤宮さんでいいんですけど。そうですね。藤宮さんの黒ってなんとか拾えないかな。高田さんに配電盤ずっと邪魔されてたんで。藤宮さんが黒の場合って、初手ダブルキルじゃなくて、2キルしてるってこと、1人が。初手1キルですよ。石村さんが発見したんじゃないですか。初手1キルです。藤宮さんは多分どっちもキルできないから、うん、相方が2キルしてることになるから。あ、やばこの投票。やば。あー、やばいかもね。終わったか。いや、大丈夫です。終わらないです。あ、治ってない。まあ終わらなかったってことで僕は確証になるんですが、はい、高田さんって最後どこいました。俺エレクトリカルの奥側にいた。奥側、エレクトリカル入った時に多分ね、誰多分そのさっきの証言から言うと藤宮源が多分触れてたんだと思うんだけど、うんうん、でちょっと離れて見てて治らんなと思って、まあどっちかはインポスターなんだろうなと思いながら、ね、近づく意味もないから、うん、俺奥側でタスクをやりだしたら、ね、レポートが入ったって感じ。もうゲンさんが妨害してるっていうのが分かったので、離れてアドミン向かって、最後、エレクトリカルが4だったので、死体プラス、高田さん、スナパイさん、ゲンさんだと思います。で、藤宮さんって最後、配電盤にいるんでしょ。いや、最後、アドミンです。アドミン？え、配電盤を開いてたのは誰？配電盤開いてたんですけど、ゲンさんがずっと妨害してきたので、
逃げたと。キルされたくないと思って、まあ、高田さんもいたんで、もう僕はキルされたくない一心でアドミン情報を見るという選択をしました。あれじゃあ俺より先に出たってこと？俺どういう状況だ？ちょっと待って、慎太郎さんはどの位置に陣取ってたの、エレクトリカル？いや、僕はカフェテリアから動いてないですよ、ずっと。今じゃないよ。いや、さっきのターンですよね。停電が直んなかったターンは、僕はカフェテリアのところでボタン連打してました、ずっと。カフェは確認できなかったんですが、ストレージに1はついてたので、絶対そこが主体だと思うので。とりあえずこれ、1、3で動きません？藤宮さんが一番白いと思ってるから、はい、藤宮さん1とそれ以外3人で動きませんか？それが慎太郎さんではある。ここの内訳結構頭混乱がちだから、ちょっと誰か決めてほしいわ。うん、いや、まあ、スローにも僕、まだ高田さんかいや、釣りじゃなくて、行動するじゃん。待って待って、ぶっちゃけね、もうタスク勝ちはほぼ全然なんだよ。ね、全然やって、まあ、1個しかやってない。なので、3、1で動くのは賛成で、まあ、タスクというか、妨害を気にしながら動きつつ、2キルが発生する状況だけが作られないようにしよう。O2 は全員で行こう。ジミヤさん単独でいいんじゃないかな。僕単独、わかりました。藤宮さんがめっちゃあれかタスクだったらめっちゃ早く終わらせればいいのか。そうですね。これね、一回ね、もうちょいこの待ちながら O2 のワンチャンスがあるので、結構慎重にいっていいかな。タスクがあれだから全然進んでないから、ありがとうございます。いやもうこれラッチ開かねえわ。確かにこれキリがないな。O2 側って高田さんとスナパイさん行きましたよね。行った。特になんか遅かったっていうのはないですか、2人の印象は。わかんない、俺に先ついて俺がもうさっと済ましたよ。じゃあ大丈夫か。じゃあっていうか別にそこでもしキルが起こっても絶対もう1人、うん、3人行動のもう1人がすぐ来るんだから、ね、やるなら3人揃ってる時で、うんうん、で多分この場合だと俺をキルするのがベストかなとは思うんだけど、とりあえずまあつるんだとしたら停電でダブルキルが起こった時の話をしたくて、僕は本当にカフェテリアにずっといたから、だから誰もエレクトリカルで僕を見たって人がいないと思うんですよね。だから絶対に停電時ってダブル、うん、ああそうかダブルなのか。だからそれで僕の白証明できないかなって。ただ僕ストレージに2になっててエレクトリカルが4だったと記憶しているんですが、それが本当ならば慎太郎さんだと思うんですよね。いや俺カフェにいたんだよな。だって俺がインポスターの時って僕がこの嘘の証言をして停電で慎太郎がいたっていう証言が出た場合って僕は罪なので、これだけ本当にトータスさんってさ、トータスさんだっけ、初日さ死体って誰と誰だったっけ。トータスさんとアベレージさんですね。トータスさんどっちが発見されたんだっけ。アベレージさんがコミュニケーション上っすね。トータスってどこ行ったかって誰か見てそれは誰も見てなくて、まあ、まあ関係ないですね。無理だ。まあ、ゲンさんか誰か。カフェテリアに残ってたはずの足湯さんが殺されているので、カフェテリアでは死んでないことになる。ネットウェイもないかな、じゃあ。だから、このターンでさ、まあ、時間あれか、慎太郎さんと高田健士って何かタスクやった、このターン。俺、ほぼやってない。俺、リアクター側はもうないから、リアクター側誰もないんだ、と思いながら見てたから。僕はなんかやろうとは思ったけど、じゃあ藤宮さんの決めた人でいいよ、釣るよ。俺が死にそう、それ。じゃあ、慎太郎さんで。いや、ダメだよ。はい、カフェにいたんだよな。これもう、助けがつかない。俺はね、もう慎太郎さんか高田さんの二択だから。高田さんはないと。カフェにいたんですよ、本当に。終わった。おめでとうございます。いや、わからん。
と高田と一緒だよ、高田と一緒だよ、ずっと高田と一緒だよ、高田と一緒だよ。よっしゃ、ジージー、よっしゃー、おめでとうございます。どっちからどっちからどっちからだったからどっちからだったから。いやー、僕目線高田さん除外してたな。いやー、よかった。あー、でも記憶違いか。いや、合ってます。あ、いや、合ってます、合ってます、合ってます。武雄さんをゲンがストレージで殺してます。エレクトリカルで2キルではなくて。そうなんですよ。あれ、カフェデリアじゃなかったのかな。いや、多分あったのかもしんないけど、僕が覚えられてなかった。いや、しょうがない。僕もアドミン情報覚えられないから。アドミン情報ほとんど合ってたと思いますよ、多分。うん、いやめっちゃ迷ったけどね、原産でほぼ確信があったから、うん、最初のアベレージさんのキルとか、うん、原産か慎太郎さんしかなくて。う